セントオルバンズ駅とは、ニューヨーククイーンズ区セントオルバンズ地区にある、ロングアイランド鉄道の駅である。唯一の入り口が、駅の南端にあり、階段が、ニューバーグストリートと180丁目の間にある、リンデンブールバードの北側まで続いている。この駅は、時刻表や地図には、ウェストヘンプステッド支線の列車が停車すると、記載されているが、大半の列車は、バビロン支線の列車である。 ウェストヘンプステッド支線の列車は平日の朝にのみ停車し、バビロン支線の列車は換算期に毎日大体いい午前6時から午後11時の間に1時間ごとに停車する。また、バビロン支線の列車は週末に2時間ごとに停車する。この駅には深夜の列車運行がない。この駅はゾーン3の中にあり、シティチチケットの境界内にある。 この駅は2000の間に有効長6両の島式ホーム1面を有する。1872年、ロングアイランド鉄道のシダーハーストカットオフがこの地域を通るように建設されたが、当初の時刻表にここは停車駅として記載されていなかった。セントオルバンズ駅は1898年7月1日に建設され、当初地図にはローカストアベニューと記載された。 この駅は1935年に、勾配解消計画の一環として、完全に破壊された。現在の高架構造物は1935年10月22日か10月23日、開業した。ロングアイランドレールロードステーションヒストリーアーカイブド2011年12月8日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、アベレージ・ウィーク・デー、2006エライ・ダブル・ハー。 オリジンデスティネーション・スタディー・ハッート、セダースとカタフ・アート、S ・アーチャイブス。2013年12月18日閲覧。1898マップショーイング、ローカスト・アベニューステーション・イン・ストリート・オールバンズ・オン・ザ・ロックウェイ・ブランチ・オブ・ザ・エライ・ワイ・ハー。2013年12月18日閲覧。ストリート・オールバンズ・ステーション・フォトス。2013年12月18日閲覧。 ありがとうございます。